どうも、哲学とです、えー。今回も、ディアブロ o リザレクテッド初心者講座やっていきたいと思います。今回は、えーまあ、初心者の方にね、覚えておいていただきたい、えー取りえー、このゲームのね、取り返しのつかない要素についてお話ししていきたいと思います。まあ、取り返しがつかないというよりは、えっ、ー、とね、回数に制限があるものをちょっとご紹介していきたいと思います。まずですね、えー、このゲームを始めて最初のクエスト、 えっと、邪悪のソークツクリアするとね、このアカラさんのところから、えっ、ー、と、ステータススキルポイントをリセットっていうのが、えっ、ー、と、解放されるんですけど、え、これですね。まあ、普通のゲームの感覚だと、えー、これ、何回でもここでステータスのスキルポイントリセット、ステータスとかスキルポイントリセットできるのかなと思っちゃいがちなんですけど、これですね、各難易度、 えー、これ今ノーマルの難易度ですけども、えー、ノーマル、ナイトメア、ヘルというね、3段階の、えー、難易度があるんですけども、えー、まあ、各キャラクター3回までしか使えませんので、えー、ちょっと注意が必要かなと思います、まあ。じゃあちょっとやってみましょうかね。えー、ステータススキルポイントをリセット。えー、で、ここでね、OK をしちゃうと、えー、全部のね、ステータスとスキルがリセットされるんですけど、これね、 あのー、まあ、まず迷うのはこのステータスの振り方のところだと思うんですけど、まあ、振り方についてはね、他の、えー、解説動画のを見ていただきたいんですけど、まあ、あのー、途中でね、こう、生命力とかエナジーに振りすぎちゃって、筋力足りなくて鎧つけられないとか、そういう時にね、まあ、使うんですけども、まあ、かなりね、慎重にやる人があると。 スキルツリーもね、最初のうちはもう、私はね、どっちかっていうと、あんまりビルドとかにこだわらずに、最初は好きなスキル振ってみて、それで詰まっちゃったらね、そ詰まった時点で、まあ、えー、振り直すっていうのがいいんじゃないかなと思ってるので、最初は本当に好きなものをね、振っていってみて、それでちょっとこれ以上進めないなっていう時に使ってみてほしいなと思うんですけど、えー、じゃあやってみましょうかね。これもね、えー、各難易度で、えー 一回ずつしかできないので注意が必要です。はい。これで今ね、振り直している状態で、これで全く、えー、ゼロの状態になっていて、で、スキルツリーの方もね、えー、全くゼロに戻っているという感じなんで、ここからまあ、もう一回振り直すってことができるようになります。でですね、あのー、次にご紹介したいのが、このチェルシーの商売道具っていうクエストを最後まで進めると、 チェルシーが魔法に、え、アイテムに魔力を込められるようになるっていうものが解放されるんですけど、これもね、まあ、いいアイテムが出るまで取っといた方がいいものかなと思います。で、チェルシーのね、あの、エンチャントじゃあ何に使うのっていう話なんですけど、まあ、おすすめはね、あの、頭につくサークレットっていう、えー、まあ、王冠みたいのがあるんですけど、 その系統を、えー、とエンチャントするのがいいかなと思います。で、えー、エンチャントするときねあのキャラク、そのとそのキャラクターのレベルに依存して、どのステータスがつくか決まってくるので、おすすめはね、レベルの83まで、まあ、ちょっと大変ですけど、上げて、えー、サークレットでエンチャントをすると、えー、全スキルプラス2っていうね、あの <laughs>、 特性が付くことがあるんで、まあそれが出たら結構幸せかなーって感じですかね。じゃあちょっと今回ね、ブーツで移動速度を上がるのとかついたらラッキーだなーと思うんで、ちょっとやってみようかなと思うんですけど、これもね、各難易度1回ずつしかできません。さあやってみました。どれ、何がついたかなはい。 えー、防御力を今日がついちゃいましたね。外れですね。こう移動速度をつくと非常にいいんですけど。<laughs> 残念でした。まあ、こんな感じでね、まあ、ランダム性が高いので、まあレベルを上げて、まあその特性がつくこと。まあ、83だったらまあ全スキルレベル、えー、向上がつくんで、あのー、レベル上げてから使った方がいいかなとは思いますね。あ、でさっきのね、チェルシ、えー、チェルシじゃないわ。 えー、はからさんのステータスの振り直しのところなんですけど、あのー、まあ、一応ね、あのー、ホラドリムのキューブから、えー、エッセンスを使ってね、えー、振り直しをするっていう方法はあるんですけど、結構ね、そのエッセンスを集めるのもめんどくさいので、あのー、まあ、一応この3回の制限以上にやることもできなくはないんだけど、結構大変なんで、 えー、まあ、基本的には序盤でできるようなものではないので、まあ、そこは当てにし,しない方がいいかなとは思います。まあ、もちろん減るまでね、クリアしてる人だったら、えー、まあ、エッセンス集めるのもそんなに大変じゃないんで、できるんですけど。えー、じゃあ、えー、次は、そうですね。商売道具で。今回ちょっと一応ね、クエストを全部終わらせたっていうトロフィーの方をね、取っていこうかなと思ってます。で、次はね、 えー、ラルザックの穴開けですね。えー、第5章のクエストになります。このラルザックの穴開けに関しては、えっ、ー、と、何個の穴が開くかっていうのは、そのアイテムの最大数っていうのが決まっていて、まあ、そこまで開くんですけど、どのね、難易度の、どのマップで落ちたアイテムかによって、まあ最大数決まってくるので、あの、そこら辺はね、ちょっと、えー 大体いい、えー、このマップで,で落ちたアイテムは、えー、3穴開くよとか、えー、4穴開くよとか、6穴開くよっていうのが、の目安がありますので、ぜひね、まあそういうのはちょっと、えー、個別に調べていただけたらなと思います。じゃあやってみましょうかね。今回は、ラルザックさんに、ソケット追加ですね。これも、えっ、ー、と、各難易度で1回ずつ、3回までしかできないので注意が必要です。 で、えー、っと、じゃあ、今回はね、この縦にソケットを追加してほしいなと思います。ソケットを追加してくれ。はい。はい、これで今、ソケットが2つついたグリムシールドが出来上がったって感じですね。まあ、これもね、回数制限はあると今、えー、伝えたんですけども、一応ね、キューブで、えー、穴開けをする方法もありますので、まあ、そちらはね、もうすでに動画でご紹介してますので、まあ、素材を集めてやることはできるんですけども、最初のうちはやっぱりやりづらいので、 まあ、ラルザックの穴開けで、やるのがいいかなと思います。え、これに関してはね、あのー、ラルザックの穴開けだと最大数が開くんですけど、あのー、キューブの方ではランダムでね、穴が開くので、まあ、狙ってね、最大数出したいよっていう時は、ラルザックの穴開けを使用するとかね、使い分けてみるといいかもしれません。で、えー、最後ですね。えー、っと、ハガロスの裏切り。 えー、アーニャをね、助けるイベント。あ、アーニャ、アニャに依頼されて、えー、ニーラサックを倒しに行く、えー、クエストクリアすると、アーニャがね、アイテムに名前を入れられるようになるというものなんですけど、これね、まあ、あの、このゲームやってると、どうしてもこう、このアイテムに自分の名前つけたいぞっていう、まあ、愛着がついてきたね、アイテムとかあると思うんで、そういうアイテムに名前を入れてあげるといいかなと思います。じゃ、今回はこの、 ネクロマンサー専用ヘルムに名前入れてみましょうかね。はい、名前を入れる。そうするとですね。えー、一点物のワームスカルっていうので、えー、っと、あれちょっと待って。あ、そうですね。これで入ってる状態なんですけど、なんか名前入ってるかななんか私も初めてこれやるんですけど。ん 確かに、ね、これ名前が自分に付いたはずなんですけど、あ、そう、これね、確かね、あの、他のプレイヤーとかに見せるときに自分のユーザー名が出るのかなそんなえ機能だったような気がするんですけど、これね、あの、実行するとえ自分の名前入れることができますので、まあね、あの、気に入ったアイテムで、これを、は、まあ自分のアイテムとして、こう、 <laughs> 出回らせたいっていう場合は、えー、これ、これで名前を付けてみるといいかなと思います。まあ、今回ね、トロフィー、魔導書の完成のね、えー、取得の方もやってみましたので、まあね、あの、トロコを目指している方の参考にもなればいいかなと思います。まあ、えっ、ー、と、まあ、エンチャントにしても、えー、ソケット開けにしても、えー、スキルの振り直しにしても、えー、クリア後にね、 一応、えー、まあ、貴重なアイテムを消費して、リセットは可能なんですけども、まあ、基本序盤ではできないので、えー、まあ、これらの、えー、取り返しのつかない要素については、まあ、なんていうか、安易に使っちゃうと、後で後悔するってことがありますので、えー、注意して遊んでみてください。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。